入園してきた時、年少組の時は何組だった？ひよこ。そう、ひよこ。ひよこ組でした。じゃあついこの間まで年中組の時は何組だったかな？うさぎ組。うさぎ組だよ。正解。その通り、うさぎ組でしたね。でも今日から園で一番大きいライオン組になります。やった。よかったね。ね、今日から園で一番大きいお兄さんお姉さんだね。もし小さい組のお友達が困っていたら教えてあげられる優しい年長組になろうね。はーい。さあクラスの名前を歌って覚えよう。年少組です、ひよこ組。年中組です、うさぎ組。年長組です、ライオン組。なら仲良し友達だ。